2002年全ロシア国勢調査表2002年全ロシア国勢調査は2002年10月9日から10月16日までロシア連邦民を呼びロシア連邦内の外国人、無国籍者を対象に連邦国家統計局が行った国勢調査国際連合の基準では国勢調査の間隔は10年であるが先回の国勢調査は共産党時代で 1989年1月に行われた。この調査には48億ルーブルかかった。調査データは2002年10月9日のシニア時点のものとして扱われる。この調査の第一の目的は、ロシア連邦に居住する人口の統計情報の収集である。居住人口とはいかに該当するもの、すべての調査項目は居住人口を対象とする。 全ての回答者は、性別、青年月日、婚姻状態、家族構成、出生地、国籍、民族、教育水準、言語能力、収入源及び職業を聞かれる。一部では、資産と住居の状況も加えられた。居住人口に加えて、この調査では2種類の人口を数える、外交目的、または、国際組織の職員及びその家族は、 いずれの調査対象にも当てはまらない。ロシア国内の居住人口は1989年の前回の調査と比べて約180万人減少して1億4516万6731人。うち都市人口1億642万9000人。農村人口3873万8000人。非居住人口、調査の結果。 回答者のうち1億4244万2000人がロシア国籍でそのうち4万4000人が多重国籍であった。ロシアの居住人口の内外国籍12万5413人、無国籍者42万9881人。1、269,023人は国籍が報告されていない。質問の中に、あなたはロシア語が堪能ですかと、 どの言語にあなたは堪能ですかというものがある。国勢調査のマニュアルによれば、堪能さは、会話能力と読み書き、または、会話能力のみの両方を意味する。質問は母語であるか否かは聞いておらず、言語能力の度合いの調査も意図していない。小さな子供についてはおそらく親の言語に基づいて、回答している。 1>, 1億4260万人がロシア語に堪能であると回答した。その他の主な言語については以下の表にまとめた。実測人口は推計値と比べ多かったり少なかったりと大きく矛盾していた。特に極東では15万人近くを見つけることができなかった。最も不足があったのは熟地自治管区だった。また主にヨーロッパロシア北部などでも 数的には目立たないが、同様の結果だった。逆にモスクワでは公式人口850万人が1040万人に上書きされた。また、チェチェン共和国では、推計60万人が実際は110万人で77%も上回っており、これについては、虚偽申告が疑われる。実測人口と推計人口の違いは正確性に疑問を呈する。特に大きな、 不足のあった地域では最大の減少があったのは経済的に最も発展している中心地であり一方で最低限の生活環境の小都市では実際の人口は変わらなかったこのことから国勢調査の虚偽申告は地方交付金を減らされたくないためにされたという仮説が導き出せるいくつかの報告によれば死亡者が結果の歪曲に使われたという バシコルトスタン共和国当局は民族構成データの変造を試みていた。2006年に連邦国家統計局は実測人口と推計人口のズレに基づいて州ごとの歴史的人口推移データを補正した。補正前のデータは保存されており、例えばプロジェクトのサイトなどで参照できる。フェルミでは多くの JRR 登録金のファンが民族の欄にホビットや エルフと記入した。また、ロストフなどのでは30人が自らを好き体人と自称していた。J.R.U. 2 4 2 0 0 7 h a t h t t p w w w g e m o s c o p e r u スラッシュアクロバット p s q 6 p d f h h t t p w w w g e m o s c o p e r u eqli スラッシュ2004スラッシュ0155スラッシュ a n a l i t a 1 php ありがとうございます。